エイジオブエンパイアのロゴエイジオブエンパイアシリーズはアンサンブルスタジオによって開発されマイクロソフトによって販売されているリアルタイムストラテジーゲームのシリーズ拡張版ライズオブローマ1997年10月26日リリースエイジオブエンパイアは歴史に忠実なユニットや設定を使用したこの種のジャンルでは最初期のゲームであるゲームは石器時代から 鉄器時代までを扱う。それぞれ独自の特色を持つ12の古代文明をプレイできる。拡張版は1998年10月31日にリリースされ、さらに4つの文明が追加された。拡張版、覇者たちの行員拡張版、ザ・フォーゴットン拡張版、ザ・アフリカン・キングダムズ拡張版、ライズ・オブ・ザ・ラジャス1999年9月30日リリース。 壁に取り付けることのできるモニア、サンス組の戦闘システムをはじめとした新要素が導入された。暗黒時代からルネサンス時代までを扱い、13の文明が登場する。2000年8月24日にリリースされた拡張版では、新キャンペーンとしてスペインのメキシコ侵略が扱われたり、本能寺が登場、5つの新たな文明が登場する。 ゲームエンジンは一作目と同じであるが、建物やユニットなどのグラフィックにより大きくて詳細なスプライトが使用されている。2013年4月10日には、HD エディションと称して Windows 7以降の OS のサポートや高解像度への対応等を含むリマスター版が Steam 上で発売開始となった。その後、同年10月にザフォーゴットン、2015年11月には、 ザ・アフリカン・キング・ダムズと新聞名や新機能等を含む拡張版も HD 版向けにリリースされている。HD 版の最後の拡張版はライズ・オブ・ザ・ラジャスである、さきのように新聞名やマップを含むました。このゲームは Nintendo DS、PlayStation によび携帯版のバージョンもリリースされた。拡張版 アトランティスの巨神たち2002年11月1日リリース。正式なエイジ・オブ・エンパイアシリーズの作品ではないが、シリーズの番外編のようなものと考えられている。タイトルが示すように、他のシリーズのように歴史を扱うのではなく、神話をもとにしている。ギリシャ、エジプト、北欧という、大きく分けた3つの文明圏が登場する。2003年9月30日、拡張パック、 アトランティスの巨神たちがリリースされ、新たな文明圏としてアトランティスが追加された。拡張版、ザ・オーチーフ拡張版、アジアの波王2005年10月18日リリース。ヨーロッパ各国によるアメリカの植民地化をモチーフとし、コロンブスによるアメリカ大陸の発見から産業革命時代の始まりまでを扱う。8つのヨーロッパ文明が登場し、 プレイヤー文明としては選択できないが同盟を組むことのできる12のアメリカ原住民文明が登場する。シリーズで初めて 3D グラフィックスが採用された。また、ハビックエンジンを使用した物理シミュレーションが採用された。拡張版ザ・ウォーチーフは2006年10月17日に発売され、プレイ可能な3つの原住民文明が登場する。 2011年8月16日リリース。アンサンブルの元開発者の新しいスタジオロボット、エンターテインメントは、モーツゲームを作った。リリースの後で、ガスパワードゲームズは、開発を続いた。2017年8月21日に発表された。本シリーズにおいて12年ぶりのナンバリング作品となる。当時開発元は、 レリックエンターテインマンと発表されていたが2019年11月14日に新スタジオワールズエッジへと変更になったことが発表された。ありがとうございます。